ウクライナの首都キーウ近郊のブチャで多数の民間人の遺体が見つかったことについて、中国ではフェイクだと反発するロシア側の主張が主に報じられています。中国国営中央テレビは昨日う、ブチャでの惨事について、ロシア外相ブチャ事件の嘘を暴くとのタイトルで伝えました。内容は、 ウクライナと西側がフェイクニュースをばらまいていると批判するラブロフ外相や捏造の証拠を示すと述べたロシアの国連大使などロシア側の主張を中心に報じています最後に現場を視察するゼレンスキー大統領に触れますがブジャの実態を伝える映像や精算な状況を訴える住民の声はありませんまた、人民日報や新華社など 他の主要な国営メディアはブチャについてこれまでほとんど報じていません。